ガラス割れたら本当に今までの配信で見せたことないぐらいブチ切れるから。お前殺人鬼の顔じゃん。もうさんとかだってやるのかもな。ちょっと待って、怖くない？普通にノンフィクション完全犯罪かな。100万人目撃者逮捕できなかったさ。いやー、かけてもいい。このポスター後半動くよ、絶対このポスターなんかなるって。いや、私の心臓マジでビート刻んでる。いや、もうみんな見てる。もうむしろ広告の中の方の殺人鬼の方が怖くないまである、乗客より。うわ、ほら、もう透過率 30% ぐらい。いや、もう殺人鬼の顔、ほら当たったじゃんか。イコカとか使いこなしてるんだけどね。ちょ、何このポーズマジで。向かいに何が見えたんだよ今。別になんかスタート切らなきゃいけないような場面じゃなかったじゃんね。あれってあとどれぐらい傾いたら回…何何がダメですか？何？いや、いいって。わ、この人が喋ってる。いい。もう絶対会社でひどい目にあった。あ、ちょっと待って、通り過ぎるの怖い。大丈夫、何、私上司じゃない。怒らないってそれぐらいで。ね、営業なんか一つや二つ失敗する。相手との相性が悪かった、機嫌が悪かった、そういうこともあるかもしれない。ねえ、向かい誰か見てる。ねえ、今さ、マジ、それは無理だって。どんだけ間隔で並んでんの、マジで。上刻んやん。1000メートルのところに、と10メートル間隔で営業に失敗したサラリーマンが立っています。さて、サラリーマンは何人いるでしょうってやつ。普通の計算と違って目印になる1個目を足さなきゃいけないやつね。これ猫との不釣り合いにどう対応して、ここは優先席です。どういう人種が優先されてるんだ、マジで。お年寄りと体の不自由な方は嘘、マジで。この世のものじゃない人から優先的に座らせてくださいの席じゃん、それは。表示と合ってないんだよな。いや、もうわかんないわ。どういう話題で盛り上がってるのかわかんないわ、マジで。お年寄りの人の会話に混ぜてもらっても盛り上がってる。テレビの内容古すぎてついていけない、よくあるやつ。ちょっと待って、次もなんか来る、次もなんか来る。大丈夫、私大丈夫。次もなんか来る、分かってれば大丈夫。ホラーっていうのは予測、先が予測できないから怖い。はい、クリアー。でも一層なんか癒されるわ、この子は。思えば初日付近から私のことを見守ってくれてた。わあ、すごい。もう確実にこの世の車両じゃないもんね。ね、逆になんか、ほら見て、地獄でもこうやって電車は走るし、こうやって働き続けるみたいな、なんだろう、社畜地獄みたいな地獄が。ああ、バカ、びっくりみたいな顔してんじゃないよ。あ、こんなとこ窓割れるんすか、サーセーみたいな顔。その横で寝てる人がどんな気持ちになったと思ってんの、マジで。異世界に来てまでもこんなにぐったりして疲れてるのに。いや、もうそういう声も出るよね。大丈夫ですか、ほんと。すいませんね。ただいま帰ります？はい。え、もう、絶対営業だわ。君、ところで〇〇社との交渉はどうなったんだいみたいな。約束通りの金額でもちろん取り付けられたよね。来週までに覚書送ってくれって上の人には言われてるから、そのように約束してもらわないと困るよみたいな。はいはい、あの、とりあえず帰ってからミーティングさせてもらえればと思います。帰ってからミーティングってどういうこと？その場で取り付けられなかったってこと？あの、詳しい説明資料がないとみたいな。報告はその場でできるよね。よくないよ、マジで。そういうの、ごめん。なんか待って、みんなに。みんなの方にさ。
って結構普通なんだよな。実はまだ段階がマシで助けれるとか、後半のなんかヘルプキャラクターになるとかない？あ、ダメだねこれ。なんかもうスタンドみたいなの出てるもん。おいおい。いや、にっこりじゃないんだ、マジで。やめて。立て付けが大変悪くて。立て付けとかのレベルじゃないだろ。なんか、書いてある広告違くない？やり直しじゃない。ないじゃん。なんか今、キクラゲみたいなの通らなかった。なんだ。いや、ちょっといいって、マジで。ちょっと近づいてきてるって。ガラス割れたら私本当に怒るから。過去いバカ。あー、ちょっと待って、ガラス割れてなかった、ちょっと待って。ガラス割れたら本当に今までの配信で見せたことないぐらいブチ切れるから。お前殺人鬼の顔じゃん。